です。今日も痛くないけど。こんばんは。こんばんは。今日も可愛すぎる大好きです。ありがとう。お疲れ。こんばんは。あ、お魚くじ追加してきた。ありがとうございます。そう、なんかあんまり皆さんに会いたいなと思われてないようで、ちょっとどうしたら皆さんもっとなんか会いたいなってなってくださるんかなって思ってどうしましょうかね。握手会ね、ちょっとね。こんばんは。お仕事終わった瞬間通知来た。天才を運命ってこと。こんにちは。やばい、やっちゃった。やっちゃったわ、やばい。寒暖差で体調崩してないんです崩してないんです。こんばんは。崩してないんですよ。そう、最近や、逆に皆さん大丈夫ですか。私はもうインフルエンザに何年もかかってないぐらい元気なんでですけど、そういうの風邪とかほんまにひかないんです普段。大丈夫みんな。逆にマジでほんまに寒い最近。てか今日風邪強すぎん。びっくりするくらい風強くてびっくりなんやけど。助けに行こうか。いや、会いに行きたい気持ちしかないのですが、来れないよね。風強すぎて、いやほんまに私もドライアイすぎてほんまコンタクトどっか飛んでいくかと思ったもん。強風注意報出てたんや。5月に入って昨日まで39度超えの熱出してました。やばいじゃん。39度超えってもうだってそれコロナの時やん。39度ってあれやろ、あれはめっちゃしんどかったから。しんどいって39度ってほんましんどいよな。あれなんなんやろうな。関東は行きますよ。ありがとうございます。ちょっとお茶飲ましていただいてよろしいでしょうか。お茶飲みます。次握手は6月の 8が握手ですよね。大阪の。もうすぐだ。写メ会とかって8時受付が最後でしたっけ。こんばんは。コロナで、コロナちゃうかった。しおりと公園で会った次の日から体調崩してた。おう、しおりがしおりウイルスにやられてたやられたってこと。強いな私大阪は次で最終。大阪次で最終やってよ。みんな握手。
みんなあんまりしおりに会いたいと思ってくれてないってことですか。今年26歳にもなる人がこんなしてるのやばい。やばすぎ。いつか会えるからいいやとかって思ってるんですか、もしかして。やばい、ほんまにやばい、ちょっと待って。はじめまして。あ、はじめまして。どうですか。いきなりいきなりはじめましてって来て、どうですかはやばい。NMB48 の29枚目シングルの握手会、写メ会、オンラインお話し会が絶賛受付中なんで、1枚からでもお話できちゃうよっていう、楽しいよっていう。私の X から飛んでいただくと、あの URL が貼ってあるので、はい、あんまりね最近ほんまに握手なないから、そんな頻繁にね手握れる時にみんな握り合っときましょう。マジで握手会行けます。ほんまですか、ありがとうございます。いつのやろ。60のジジイは現場は行きにくい、どういうこと、体力的な問題でですか、それともなんかジジイやから行きにくいってことですか、どっちどっちやろ。まあ、体力とかやったらな、なんとも言えんけど、もしなんか年年齢で行きにくいとかやったら、全然多分60いらっしゃると思いますよ。マジで会場入ったら、うん、じじいだらけって言っちゃう、おじさまだらけですよ割と。結構そんな、うん、じじいはちょっと、うわ、初の写メ会マジで。そう、写メ会は多分衣装なので、うん、衣装の着たメンバーと写真撮れるっていうのはまああんまないんで、ぜひそれは来てほしいよね。こんばんは。いっぱいポンポンしに行く、ポンポンされんの私。しおりに会いたいって言ってる女の子を握手会に誘ってる、待ってる。しおりに会いたいって言ってる女の子、画面録画して、今画面録画して、しおりに会いたいって言ってる女の子を待ってるよ、来てほしいな、生で会いたいな。画面録画できた、これ見せてその子に。うちのジジイ65で高見なさんの握手会めちゃくちゃ行ってたよ。うちのジジイってどういうこと、おじいちゃんってこと、ジジイだらけ、嘘嘘。しおりから見たら私もジジイか、いや、だから何歳からが幅広い年齢層。いやほんまにどのメンバーによるけど、結構メンバー年齢層幅広いと思いますよ。うん、ああ朝一ね、眠いよね大阪ね、一部からの人ね。痛くない、
しおりちゃんと握手したい、しましょう。大阪一部だけやけど許してね。一部って朝？朝？朝やと嬉しい。朝は多分あんまり握り合えない気がするので、いっぱい来てくれると嬉しい。こんばんは。こんばんは。お茶飲ましていただきます。失礼いたします。大阪朝だけ一部でまとめて名古屋のフェスに行く。おー、大忙しやな。待ってます。そういえばあの M 公演23日に出ることになりました。はい一回だけかもって言うてたけど、初参加なのでめっちゃ緊張します。お、初は初とか、初ってね嬉しいよね。なんか新しい出会いってワクワクする何今の言い方、ワクワクする。3部は売り切れてたから1部、そうね、1部多分あんまり朝やから多分ねだから来てくださるのめっちゃ嬉しい。そう、23日 M 公演にまた出演させていただくんで、ぜひお時間ある方はお待ちしてます。まあ、B2 公演の次の日なんですけどね。そう、 M 5月の1日に1回出てるんですけど、それっきりかなとか思ってたんですけど、なんか機会をいただけて、はい、また出演させていただきます。2回目の M 公演なんですけど、ぜひ前回来れなかったよって方とか、まあほんまにでも、いやマジで今回この2回目が多分最後、うんってぐらいほんまにでもあんまり出ることないと思うからさ、って言って出るかもしれんけど、多分ほんまにないから、今のうちに来てくれると嬉しい。で、今年はもうしないですね。モバメにも書いた通り、はい、モバメ呼んでくれてるかな。今の握手会ってどんな感じなんやろ。ね、あ、多分あれですね、手袋があります。まずあのコロナの時から、そう、手袋ありの手袋はあるかな。待って、私ね、ちょっとあの何もないそう、ジョニーさんと出れるかなと思ったけど無理やったわ。23日も手合わせで勝利の手袋の中大丈夫な。メンバーは手袋なしで、来てくださる方だけ手袋ありで握手させていただきますね。
そうそう、そうなんですよ今は。ぜひね、N 公演とか見て少しでも気になったなとか思ってくださる方がいたら、今見てるのかは分かんないけど、ぜひ1枚からでもお待ちしてるので、お待ちしてます。れいちゃん誕生日じゃない？あの人誕生日いつ？ 28?26?27? どれかやろ、26、27、28のどれかやろ。これは違う、覚えてない、覚えてないよ。けどあっちも覚えてないからいい勝負やと思う。うん。青春の次の日か2日続けては当たらなさそう。どうなんやろうな、チーム違うからな、どうなんやろう、当たるんちゃうん、知らんけど。そう、時代変わったな、同じメンバーと話すのにほんまにな。れいちゃんの誕生日は5月28だぞ。ありがとうございます。多分2日後ぐらいには忘れてると思う。小島の誕生日も勝利わからんもん。7月14か15か16 絶対選択肢3つ、14、15、16のどれか。でも多分小島も勝利の誕生日知らんからいい勝負。そんなもんですよ同期って、知らんけど。そやで、3つのうち、3つの選択肢のうち1つは当たってるでしょ。そうやね、そのどこかっていうのはだけは絶対知ってんね。7月16、 OK、 もうすぐやな。え、ていうか2人とも5月、なんか誕生日近いんやな。私12月やわ。え、そう、なんか違うね、小島がさ、なんかさやかさんと誕生日何日違いみたいな、なんかさ言ってるたからさ、昔よく。それで7月14やと私はずっと思ってたら、ねえそれ違うって、それさやかさんの誕生日っていつも言われて、で本当の誕生日は覚えず8年過ごして、あ、今来ました。人の誕生日覚えるの苦手ですね。いやいや、そんなはず、なんかね、別に、あ、違うな、なんなんやろうな、2人結構でも私覚えれてる方な気するけどな。小島しおりちゃんの誕生日12月20日って言ってた、ほらね。でしょ、うん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 、21やんな、あ、そうです、21です。21ですよ。半年ぶりにコメントして、キャプテンの誕生日コメで教えたら、後にコメントした人の拾われ大爆笑。こんばんは。さ、手元に何かあったら絶対なんか遊んじゃうねん私、ずっとカチャカチャ言ってたのはこれ。
写メ会のおすすめポーズ、まあでも絶対これをやりますよね、きっと。案外なのかって、けど何やろんな、なんか何したらいいんやろうって思う方は、なんか好きな NMB の曲で、まあ、私が知らなかったらごめんやけど踊ったことなくて、好きななんか NMB の曲でのなんか振り付けのこの振り付けとか、ここのポーズとか、まあ、NMB じゃなくても B2 公演でやってる曲とかやのここの振り付けが好きとかあったら一緒にやりやすいなとは思う。勝利ポーズはないですね、はい、勝利ポーズないんよな。なんなんやろうな勝利ポーズって。まあでもなんか自己紹介でやってるのって言ったら、あのがむしゃらに行ったるけんのなんかこれかな、あんま可愛くないこれ。とかまあ無難な B2 とかじゃない。こんばんは。ピー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 、こんばんは。I、L、Y と3枚は取らないと。カロハート絶対しよう。何？カロハートって、カロハートって何？カロハート？カロハート？カロハートって何？待って、想像する。カロハート、カロハート、指じゃないやろ。カロ、顔、顔ハート？5時？え、それ可愛いって思ってた。え、がむしゃらに行ったるけんのこれ。ダッサいなと思いながらいつもやってるけど。違う、これは別に考えてもらったとかじゃなくて、普通に言っていく中で8年やってて、勝手に私がこうやってやってるだけで、誰かにつけてもらったとかそんなんじゃないんですけど、ダッサいなって思いながらいつもやってる。はい、コメントで教えるのむずすぎ。あ、カロハート、え、見つけれちゃんしような、これ。いいね、大きいハーゲンダッツ作っとけばなんとかなる。大きいハーゲンダッツ作っとけばなんとかなる。勝利ポーズ作ってみたら、勝利ポーズだからこれじゃない、強いて言うならっていう感じね。今回衣装なんなんやろ。選抜の人らはシングル衣装やろうけど、私らなんなんやろ。シングル衣装なんかな、そもそも私らなんなんやろ。制服かな、なんなんやろ。両手でこれ作ってハート作る。え、どういうこと、こういうこと、え、違うか、え、ハート、こういうこと。わかんない。大きいハート、大きいハートとハーゲンダッツ間違える。お、めっちゃおもろい。人の誤字ってほんまおもろいよな。わかんない、何の衣装なの。チーム衣装なんかな、何なんやろマジで。でもチーム衣装やったら、あ、ていうかさ、チーム衣装といえばさ、 B2 公演で私がほんまは自分の衣装が、あのオープニングの衣装ね、オープニングの衣装がなんか MC で、ね、話してたんですよ。ちょっとこ
っちゃりしちゃったからパンツ自分の元の衣装が入らなくなって人のスカートの衣装を借りてるっていうのをあの MC で話したんですけど、あれはまあ冗談ですね。はい、冗談みんな結構うん、ほんまになんか痩せたからあの昨日もあのパンツに戻ったとかじゃなくて、いない間だけそう弥生がちょうど舞台行ってたから、そう元の自分のやつも入らないことはなかったんですけどね、まあいろいろあってちょっとスカート借りてて、でもあの弥生が戻ってきたので私はそう別に特にだから変わってないですね、そう体型は。でもスカートもパンツも可愛いよね本当に。こんばんは。15分ぐらいで終わります。こんばんは。ハーゲンダッツ食べたくなったから買って食べてくるわ。いってらー。ハーゲンダッツやと私はイチゴのやつが好きです。こんばんは。この後ルーム配信しよっかな。ルーム Zoom ファンクラブ配信。でもなみんなもう眠いよな、22時半やもんな22時半やもんな、みんなもう眠いよな。でもそうですよね、握手会とかももう来れる方は来ようと思ってくださっている方はもう応募しきってくださってますよね。完売目指すのは難しいですかね、やっぱり難しいか。もう皆さんは多分できるだけの応募してくださってますもんね。そうだよね。弥生も一緒に劇場に出られるようにって衣装だけでも着てたんだよって美談にしとこうそうですね、それちょっといただこうかしらコメント読んじゃったからもうダメですけど、まだ家ついてないからルーム嬉しい、ほんまに。あ、こんばんは。今から35分ぐらいに終わって、じゃあその後15分ぐらいルームファンクラブ配信しようかな。また追加するで。ほんまに？マジで？あのでもあの応募そろそろ多分終わっちゃうんで、はい、ぜひ行ける日が分かったら早めに応募してくださると嬉しいです。これから関東買います。大阪じゃなくてごめん。いや全然関東も嬉しい、行けることがまずあんまないから。私は CD つかんかったらいくらでもポチるんだかなCD な。私は握手券というものを買っ
ったことがないから、どんな感じなんかマジでな、本物を見たことないから分からんけど、そうですよね。他が完売だから逆に二押しのしおりちゃんにって人もいるかもだし、二押しどうですか、しおりのこと二押しにしてる皆さんどうですかね、一押し結構完売してるんじゃないですかね、どうですかフル枠投げてきた、ありがとう。6月9、待って9、9、9、20日、違うな、9日、合ってる、6月9日、久しぶりちゃう、しかも社名、6月9って社名、やべえ、めっちゃ嬉しいんだけど、楽しみ、待ってる、なんか待ってそうな感じのテンションで言ってないけど待ってる一部につき60枚までしか申し込めん、それ以上申し込んでくださろうとしててるってこと、どういうこと、どういうこと、シャメ会、シャメ会来てくれんの、シャメ会来てくれるの、9日、でもしおりさ、皆さん気づいてます、最近ちょっと覚え出してるんですよ、1日、8日が8やろ、違う、あれ6日が6やろ、で9日が9やろ、20日20やろ、やばくない、これ私前まで分かんなかったんですよ、やばくないけど最近覚えたんです25年目にして人生、しおりちゃん言えるようになってきてるなーって皆さん思ってませんでした、思ってなかったか、35分だよ、ありがとう、ちょっとほんまに時計なくて、うちあるんですけど、こんな時計がもうこんな ちっちゃいのしかなくて、申し込めるなら60枚以上投げますが、ほんまに言ってくれてんですか、すごいよ、天才やろ、1日とか言えるって、どうやって覚えたの、なんかね気合こんなどやって言うことじゃないから恥ずかしいわ、成長してる泣いてくれてる、嬉しい、そやで13位、マサオンさん、12位がおくんさん、11位がケイタンママさん、10位が亀の子たわしさん、亀の子たわし久しぶりに聞いた、9位がさとくんさん、8位がくま4号さん、7位が中島さん、6位おさむさん、5位がかっちゃんさん、4位がイートさん、7位が S アジさくらさん、2位がたかしさん、1位が野原しんのすけのすけさんです、ありがとうございました、今日もかわいい虎の、トラかこれ、トラのアバター、アバター、ありがとうございました。次は漢字ドリルしようね、いやほんまにそれはそう、あのラジオの時にスマコネとか、まあ、ラジコとかもなんかあのやばいね、私ほんまに漢字読めんくてびっくりしてる、リアルに漢字ドリルした方がいいと思う、うん、ちょっとそれ考えときますルームやります、終わって45分からやろっかな、45分からしおりルームファンクラブで配信15分ぐらいするんで、よかったら見に来てください、ありがとうございました、大阪の握手、初握手楽しみにしてます、楽しみ、8かな、待ってます、ありがとうございました、おやすみなさい、じゃあルームの皆さんは後で会おう、ちょマジで言いたいことあんねん今、いやあのほんまに聞いてほしい、45分にな、調理ルームで
ほんまに聞いて。バイバイ、ありがとう。